だいぶ涼しくなってきましたね。昼間が暖かかったので、皆さん寒暖の差に私たちの体がついていけないで弱ってるとね、風邪ひいてしまうことがある。皆さんそれと同じようにね、私たちの人生の中で心が強いとね、どんな状況でも大丈夫なのに弱ってしまうことがある。皆さん今日あなたの心が元気になりますように心から祈っています。イエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利を取られた。十字架の上でイエスは勝利を取られた。十字架の上でイエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利を取られた。十字架の上でイエスは勝利を取られた。十字架の上でイエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利をすでに取られた。ありがとうございます。イエスはありがとうございます。勝利をすでに取られた。イエスは勝利をすでに取られた。十字架にかかりたる救い主を見ようや。怖がなおかしたる罪のため、ただ死んぜよ、ただ死んぜよ。信ずる者は誰も皆救われ、十字架にかかりたる救い主を見ようや。怖がなおかしたる罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ。すべてに感謝しよう我が主に、賛美と喜びを持って越えたからかに褒め歌おう。
こんにちは。お元気ですか？本日はアセララの日。栄養バランス、体に必要です。でも心にも必要な、心に必要な愛は神の愛です。皆さんどうぞ、あなたが愛されていることをぜひ信じて受け入れてほしいと思います。神あなたを愛しておられます。ジーザスを受け入れるなら最高の一日にあるに違いありません。生ける水は溢れ流れ、決して乾かない駒込のあなたに、神は約3時間この場所でストリートライブ、また街頭演説を通して
ジーザスの愛をあなたにお届けしています。あと1分で終わります。こんにちは。お帰りなさい。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。本日約この場所で3時間ストリートライブ街頭演説また漫画聖書の配布を行ってまいりました。皆さんの人生に幸せと豊かさ、そして喜びであふれるように、そんなことを願って、2023年前、神の一人子イエス・キリストがこの地上に生まれた、このお方があなたのために十字架で死なれた、3日目に復活した、そのことを皆様に心からお伝えし、心からお勧めして、皆さんどうぞキリストを知っていただき、あなたの人生が豊かな人生になりますように心から祈っております。本日皆様にこのことをお訴えして街頭活動を終了したいと思います。皆さん、あなたを愛しています。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。はい、本日の活動これにて終了いたします。また聖書、漫画聖書無料でプレゼントしておりますので、もしよかったらお受け止めくださいますように。ありがとうございます。さよなら。